草かきについてお話します。草かきというのは、さかきという、まあ、神様に枝をこう、まあ、玉串ですね備える、さかきに非常に似ていまして、実際その草かきもですね縁起物で、まあ、神棚に同様に飾るものとなっています。また特徴としては、まあ、大きさで言いますと、まあ、3メートルから4メートルくらいの、木が多いです。花はですね、まあ、3月から4月ぐらいに白い花を咲かせます。また、春先にですね、まあ、毛虫がつきやすいので、まあ、そういった毛虫が発生した際は消毒を、することが、重要となります。虫以外も貝殻虫が環境によってはつきやすい場合がありますので、そういった際はですね、冬場にですね、まあ、マシン油といった消毒をすることが重要となります。落葉樹と常緑樹に分けますと、常緑樹の仲間になります。剪定の強さですが、まあ、通常はですね、まあ、30センチぐらいは1年間で枝を伸ばしますので、まあ、そういった枝を切る剪定には耐えることができます。剪定するポイントですが、まあ、通常まあ30センチぐらい枝が伸びましたら、その、まあ、伸びた部分を剪定して、まあ、形を整えるくらいの、まあ、剪定を年に1回はすることがポイントになります。料金としては2メートルで3000円かとなります。